あらららら、どうしたの？スマホ落とした。彼女にはフラッシュ。人生どん底だ。おい、お前のスマホ防水だろ。まだ壊れてないってことだよな。あ、無理だろ。無理なんて決めつけるな。常識や限界、自分を乗り越えてこそ新しい今日はやってくるんだ。待ってるだけじゃ新しい明日はやってこないんだ。スマホがあいつの